バックカントリーニュースレター、じゃじゃーん。皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の太田です。今日も、ビデオニュースレターをお届けしたいと思います。今日はですね、お客様から問い合わせをいただきましたので、それを紹介したいと思います。私は熊本に住む王と申します。登山靴で悩みメールしました。女性からの、ご質問です。今は、ローバーのメリーナを履いていますが、先日6校を重走した時に親指に3つ豆ができ、小指の爪がダメになってしまいました。今は足裏が痛くて山に行ける状態ではありません。私のサイズは左足が 23.5cm、 右足が 23.7cm です。友人のシューフィッターに測ってもらいました。登山ショップで勧められたサイズは 23.0cm でした。ローバーのインソールをそのまま使っても転倒重走をすると小指は痛くなります。今回6個重走ではインソールをソルボに変えた影響もあると思いますが、実サイズ小さい靴でも大丈夫なのでしょうか。教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。王さんからのご質問です。では、そのご質問に答えしたいと思います。まず、親指に3つ豆ができて小指の爪がダメになってしまいました。小指が痛みです。実際サイズが 23.5mm、 サイズが小さい、実際全部小さい靴でも大丈夫かもしれません。まずですね、こちらがそのローバーのメリーナという登山靴になりますが、足のサイズが 23.5、 23.7、 実際にあの足の形とか、サイズを、見てみないと何とも言えないんですが、実際ですね、登山靴の場合は、実際足の実寸よりも、大体指1本分だから大きいというか長いサイズを履きますので、実際に、例えば右足が 23.7cm の場合は、指1本それで 1.5cm ぐらいなんですけども、中のサイズが 25cm、 それで、見方なんですけども、このまずインソールを取り出します。で、登山靴の場合はですね、この靴の中のサイズに合わせたインソールが組まれてますので、このインソールの長さを測ることで、ある程度この中の、長さですね、横幅と長さを、大体見ることができます。では、これから、そのインソールを使って自分のサイズに対して、靴が適正サイズなのかところを確認する方法を、やってみたいと思います。では、これから、登山靴のサイズが、自分に合っているのか合っていないのかということを確認する方法をご紹介したいと思います。もし、今履いていらっしゃる登山靴が自分の足に小さいのではないか、大きいのではないかというご心配をされている方は一度確認をしてみてください。ただこの方法は、すごく簡易的な確認方法ですので、これが全てではありませんのでご注意ください。では始めたいと思います。はい、まずはですね、こちらにゲージがありますが、皆様は、こんなゲージをお持ちでないと思います。一応このゲージで測ってみますけども、もしご自宅で測る場合はですね、ここに定規、床に定規を置いていただいて、家のこれが壁だと思ってください。壁に定規を当てて足を置きます。壁にかかとをくっつけておいて、あとは長さを測る。そうか、紙を引いて印をつけてから後で長さを測ってもいいです。これで、自分の足の実寸サイズが測れます。僕の場合は 26.5cm になります。次にですね、登山靴を購入された時に、標準でついてきたインソールですね、中敷きを取り出して床に置いてください。これは、
登山靴、後で入れた中敷きじゃなくて、あくまで登山靴についてきた中敷きです。で、その中敷きの上に足を乗せます。この時にかかとをしっかりと、かかとの位置をしっかりと合わせて足を置いてください。それで、これが靴の、この中敷きがだいたい靴の底だと思ってください。この時に、ここに指が1本軽く入るぐらい、だいたい 1.5 センチぐらいですね、指が1本軽く入るぐらいの隙間があるかと、これがまあ底なんで、ここから極端にこう足がはみ出たりとかしていないかですね。自分の足の幅が広いのに靴はもっとこう細くなっていたりとかすると、こういう小指が当たったりとかっていう可能性があります。一応これで確認ができるんですけど、まず足の靴の長さを確認するときは、ここに指が1本軽く入るぐらい、このぐらいですね、このぐらいを目安に測ってみてください。これがこういう状態、指がもう入らない状態だったりとか、指が2本ぐらい入る状態、極端ですけど指が2本ぐらい入る状態、そうか1本入ってあと5ミリぐらい余っている状態、この辺はサイズが合っていない可能性があります。まあ、あくまで目安なんですけども、指が1本軽く入るぐらい、これが理想的な、長さのサイズになります。まあ、確認の仕方は以上です。王さん、ありがとうございました。登山靴のサイズの、確認の仕方、まあ、簡易的な方法なんですけども、これちょっと確認をしてみてください。で、もし、サイズが小さい、または大きいということであれば、購入された登山ショップにまた相談に行かれるといいと思います。登山靴がですね、足に合っていない、小さかったり大きかったり、また足の形に合っていない登山靴で、足が痛い思いをされている方がいらっしゃいましたら、我慢せずお早めにバックカントリー小高にご相談に来てください。バックカントリー小高では、皆様からいただいたこういった質問にこれからビデオレターという形でお答えしていきたいと思いますので、うちのホームページからお問い合わせフォームというものが用意されています。でそちらから僕に聞きたいことがありましたら、遠慮なく、お問い合わせください。それではまた。バイバイ。